はい、皆さん、こんにちは。通訳案内士の横山と申します、えー。今回は日本歴史の大日本帝国憲法を見ていきたいと思います。えー、大日本帝国憲法はまたの名を明治憲法といいますがあ、その制定の過程をですね時系列に見ていきたいと思います。えー、1881年に政府は国会開設の直意を出し、えー、1890年にですね、えー、国,会会国会を開設しますよというですね、まあ、公約をするわけですね。 えですから、そのためにですね、えー、着々と準備を進めていくわけですね。えー、まず1882年に、えー、憲法調査として、えー、伊藤博文がですね、ドイツに派遣されます。で、えー、ベルリン大学のグナイスト教授や、えー、ウィーン大学のですね、シュタイン教授に指示してですね、えー、ドイツ流のまあ憲法理論をですね、学んで、えー、翌年にですね、まあ、帰国するわけですね。 えー、1184年に家族令が出され、えー、家族がですね、5、えー、尺に分かれまして、公、えー、公、白紙、団のですね、5、まあ、尺に分かれて、えー、それぞれのですね、まあ、資格がですね、えーまあ、詳細に、えー、規定されたわけですね。でこの家族令は何で出したかというと、その議会を設置する際に、まあ、貴族員がですね、まあ、設置されるんですが、 その貴族インドを構成する議員としてです、ねまあ、家族を想定していましたので、えー、ここで、ねまあ、家族令を出したということになります。1885年に内閣制度が制定され、えー、初代内閣がですね、えー、と伊藤博文が組閣します。えー、また、内大臣を宮中に設置します。内大臣というのは天皇をです、ね、補佐する大臣ですね。 1886年に、えー、憲法草案が起草され、えー、伊藤博文やあ井上小足、えー、伊藤名字、えー、金子健太郎ですね、えー、らがですね、えー、起草し,し,しましたで。その際にですね、ドイツ人のお顧問であるね、ロエスレルが、まあ、助言しましたね。 え次、えー、1八8 8年に枢密院が設置されます。枢密院というのは天皇の、ね、最高諮問機関で、まあ、重要事項は枢密院で審議するというものですね。えー、あと、1八8 8年に、えー、市政町村制が交付され、えー、山形有友が中心に、えー、作られましたで。ドイツ人のモッセがです、ねまあ、助言していますね。 えー、1889年に、えー、大日本帝国憲法が発布され、えー、黒田清隆内閣の時に発布されました。その、えー、大日本帝国憲法がです、ね、発布された時の,、ね、あの絵が有名ですよね。えー、黒田清隆がですね、えー明治天保、明治天皇からですね、その憲法を受け取っている、ねえー、有名な絵がありますよね。1890年に普遣制軍政が考慮され、 これはですね、えー、また、その山形トムが中心で、えー、ドイツ人モッセが助言しているということになります。えー、ですからね、あの地方制度は、ドイツ人モッセさんがですね、まあ、活躍したということですね。えー、1890年に第一回帝国議会が開かれ、えー、山形トム内閣の時にですね、第一回帝国議会が開かれますと。 では次にですね、大日本帝国憲法下の国家機構を見ていきたいと思います。まず天皇がいて、万世一憲、新政府家臣ですね、統治権を相談し、天皇体験ですね、文部官の任命、国防方針決定、戦線講和、条約の締結、あとですね、陸海軍を統帥してました。で、その統帥権はね、独立してたわけですね。 えー、つまり政府やですね、議会に、えー、縛られずにですね、立、え、会、ー、軍を統制できたと。えー、あとね、えー、内大臣、天皇を補佐する内大臣、えー、宮内大臣、えー、皇室事務を担当する宮内大臣ですね、えー、あとは枢密院ですね、諮問機関としての枢密院、えー。あとは帝国議会ですね。で帝国議会の特徴としては、貴族院がですね、あのー 特徴的で、えー、つまり、その公選されず選挙に選ばれず、選挙で選ばれるのではなくてですね、えー、家族とか、あと天皇が選ぶですね直選議員とか、あと多額納税者といったですね、まあ、ある意味特権を持ったような人々が構成したね、貴族院というのがあったわけですね。で、えー、帝国議会というのは予算や立法を審議したと。で、裁判所や内閣があって、 で、あとね、まあ、当時軍隊ありましたから、陸軍が参謀本部、で海軍が軍令部ですね。で、天皇のみが統、ま、帥、あ、権を持ってましたと。で、当時ですね、国民のことを親民と呼んでましたねで。大日本帝国憲法下においては、国民は親民と呼ばれてまして、まあ、天皇の臣下というです、ね、位置づけだったわけですね。 日本国憲法との比較ということで、えーっとまあ、重要なところとしましては、形式ですね、えー。近帝憲法であったということですね。つまり天皇が定めた憲法ということですね。で主権は天皇にあったということですね。えー、で次にですね、えーっと、民法天論争を見てみたいと思います。えー、大日本帝国憲法の後にです、ね、で、えー、その諸法典が編纂されまして、 えつまり、その重要なですね、六法をはじめとする重要な法令がですね、次々と交付、施行されたんですが、その中でもですね、民法がそのまあ論議を呼びまして、フランス流のですね、その民法が、日本のですね、その伝統的なその倫理とか、その文化にまあそぐわないんじゃないかということでね、論争が起こったわけですね。 それは民法天論争といいます。まずフランス人のですね法学者のボアソナードさんが民法を起草してくれたんですね。で、1890年に、えー、っと、交付されて、で、まあ、あのー、交付されたんですが、その議論が起こってですね、で、あのー、反対派のですね、帝国大学の教授の、えー、穂積敦香、えー、教授がですね、 民法を入れて中古を滅ぶというですねまあ論文をその法律雑誌にですねまあ掲載したわけですね。それによってボアソなどのですね民法をまあ非難したということですね。つまりその民法で,ですね家族道徳とかその伝統的なね価値観が破壊されるんじゃないかと主張したわけですね。逆にですねあの賛成したのが帝国大学の梅健次郎というですね 教授で、えー、まあ、しょうがないんじゃないのということでね、まあ、賛成した、あまあ、賛成と反対でね、まあ、ずっと、えー、まあ、激しいですね、えー、議論が沸き起こりました。で、結局ですね、あのー、まあ、修正を前提に、まあ、施行がですね、まあ、延期されまして、で、結局ですね、えっ、ー、と、1896年と1898年に、新民法という形で公布されて、 でどうしたかというと、あのーまあ、どうなったかというとですね、まあ、ドイツ民法を参考に修正されまして、まあ、公守権とかですね家督相続制度など、過不調制的なですね、まあ、家の制度を温存した、まあ、キープした形でですね、えーまああのーえー、民法が出されましたと、新民法が出されたということですね。えー、ですから、まああのー 日本のですね、まあ、価値観とかその、えー、その文化にですね、まあ、あ合わせた形でですね、えー、修正がされたということですね。えー、次、初期議会ということで、えーとまあ、第1回議会から第6回議会のことをですね初期議会と呼んでますね。だから本当にもう最初の最初のね、あのーまあ、議会のことを、ね、初期議会と言いますね。 えー、1890年に第1回総選挙が開かれ、えーまあ、日本最初の、ね、衆議院議員選挙ですが、えー、その際にですね、えー、この当時はその選挙権がかなり制限されてまして、満25歳以上の男性で、直接国税15円以上のです、ねまあ、男性だったんですねで。どれぐらい少ないかというと、全人口の1%強ですね,1強度ですね、えー。ですから、非常にこう限られた人しか選挙できなかったということですね。 で1890年に第一回帝国議会が開かれ、民党がですね、衆議院の過半数を占めたということですね。民党というのはね、当時ね、立憲自由党とか立憲改進党と言われるね、政党ですね。で、えっと、第一次山形有朋内閣がですね、まああの その当時ですね、えー、政権を握ってたんですが、あのーまあ、朝鮮主義を、ね、取りましてで、あとですね、あの山形有朋の有名な言葉で、ね、主権戦、利益戦という言葉があってですね、えー、つまり、えー、国境を意味する主権戦だけでなく、ですね、えー、朝鮮を意味する利益戦をですね、えー、まあ防衛するためにその軍事力をです、ねまあ、増強しましょうという、ねえー、ことを言ったわけですね。 一方ですね、当時民、民党はですね、どういうことを主張したかというと、えー、正費節減、民力休養ということを、まあ、主張したわけですね。これはどういうことかというと、まあ、正費節減ということは、要するに行政費を節約しましょうと。で民力休,休養というのはですね、地層を軽減しましょうということをね、えー、を、まああのーまあ、当時の民党は主張したということになります。 えー、あとですね、かばやますけのり海軍大臣の万有演説というのも、まあ、この頃ありましたと。1892年に第2回総選挙の際はですね、えー、品川弥次郎、えー、内務大臣がですね、まあ、選挙監視を行って、あのー、行ったんですが、まああのー、今だとね、非常に考えられないんですけども、まあ、当時ですね、選挙の際に、 まあ暴力を振るったということですね。えー、で、三百九十二年に第二次伊藤博文内閣があまあ、えー、成立しまして、この内閣はですね、まあ元勲総領といって、あのー、まあ薩長をはじめとするですね、まあ明治維新に功績のあったですね、えー、政治家が入閣したので元勲総領って言われたんですね。千八百九十三年に天皇賞書が出て。 えー、海軍軍事の軍備のですね、まあ、拡張が行われます。まあ、翌年にですね日清戦争が行われますからね、まあ、この時期はずっとですね、まあえー、軍備がですねどんどん拡張される、ね、時代でもあったわけですね。でこれがですね第一次伊藤内閣の大臣のですね、えー、名前と出身なんですが、えーまあ、見てもお分かりのようにですね、 え大臣のほとんどが、薩長出身ということになります。